今回の問題、 PVST プラスはスイッチのプライオリティを何々に設定することができ、何々に最適な経路を設定することが可能になる。 PVST プラスのデメリットは各スイッチが何々する必要があるのでスイッチに負荷がかかること。 PVST プラスは何々を使って VLAN ごとのツリー構造を把握する。全体でツリー構造が一つの構成のことを何々という。当てはまる言葉考えてみてください。こことここは同じ言葉が入ります。それでは答えの発表です。PVST プラスはスイッチのプライオリティを VLAN ごとに設定することができ、VLAN ごとに最適な経路を設定することが可能になります。PVST プラスのデメリットは各スイッチが VLAN ごとにツリー構造を把握する必要があるのでスイッチに負荷がかかることです。 PVST プラスは拡張システム ID を使って VLAN ごとのツリー構造を把握します。全体でツリー構造が一つの構成のことを CST コモンスパニングツリーと言います。お世話になっております、マサルです。今回は PVST プラスについて一緒に勉強していきます。 PVST プラスはVLANとスパニングツリーを組み合わせた技術と言われます。 VLAN とスパニングツリーの組み合わせと聞くとなんだか難しく感じますが、 VLAN の基本が分かっていればそんなに難しい話ではありません。今回の話を聞いてもし難しいなと感じた人は VLAN がうまく理解できていない可能性があります。そういう方は第4章の VLAN の動画を見直してみることをお勧めします。それでは PVST プラス始めていきましょう。 PVST プラスとはパー VLAN スパニングツリープラスの略です。 VLAN 単位でスパニングツリーを動作させることができる機能です。 PVST は VLAN とスパニングツリーの組み合わせの技術なんですが、少し歴史的な背景からお話ししていこうと思います。スパニングツリーと VLAN を比べるとスパニングツリーの方が先に標準化された技術です。なのでスパニングツリーは VLAN を意識することなく作られていました。 VLAN という技術ができた後もスパニングツリーでは全て通信は同じ経路を使っていました。全て同じ経路というのがどういうことかというと、このような構成の場合、ここがルートブリッジ、ここが非指定ポートとなった場合、VLAN10 はそのままサーバー宛てに通信することができます。しかし VLAN20 はこのツリー構造の場合は遠回りをする必要があります。このように全体で一つのツリー構造が存在している構成のことを CST、コモンスパニングツリーと言います。コモンスパニングツリー CST を使うと複数の VLAN があっても同じ経路を利用するので VLAN によって効率の悪い経路が生まれてしまいます。また特定のリンクにトラフィックが集中してしまうといったデメリットもあります。今回の場合はここのリンクにトラフィックが集中していますね。ただ CST も悪い面だけではなくて、スパニングツリーのツリー構造が一つで済むのでスイッチへの負荷は軽くなります。CST の良い部分は負荷が軽いことなんですが、現在はスイッチの性能も上がっているのでそこまで負荷を気にする必要はありません。それよりも VLAN ごとに柔軟にルートブリッジを設定して VLAN ごとに効率的な通信をさせたり、 VLAN ごとにトラフィックを分散させてネットワーク全体の効率を高める方がニーズがあります。そこで生まれたのが今回勉強する PVST プラスです。もともとはプラスのつかない PVST というものもありましたが、PVST はトランキングプロトコルがシスコ独自の ISL にしか対応していませんでした。そこで標準的なトランキングプロトコル IEEE802.19 にも対応しているのが今回勉強する PVST プラスです。現在シスコの機器ではデフォルトで PVST プラスが設定されています。 PVST プラスを使うとスイッチのプライオリティを VLAN ごとに設定することができ、各 VLAN ごとに最適なスイッチをルートブリッジにすることができます。またポートのパスコストも VLAN ごとに設定をすることができるため、ブロックするポートも VLAN ごとに柔軟に設定することができます。ただ VLAN ごとに設定するということは各スイッチが複数の VLAN ごとのツリー構造を把握する必要があります。そこで VLAN ごとにツリー構造を把握するために、今までのブリッジ ID に拡張システム ID というものを加えて計算することで VLAN ごとのツリー構造を把握します。上が今までのスパニングツリーのブリッジ ID です。ブリッジプライオリティと MAC アドレスで構成されています。下が PVST プラスのブリッジ ID です。プライオリティ、
拡張システム ID、MAC アドレス、3つで構成されています。新しく増えている拡張システム ID には VLAN 番号の値が入ります。なので PVST プラスでスイッチのプライオリティを0にしたとしても、実際には VLAN 番号が10であればプライオリティは10と判断されます。 VLAN 番号が20であればプライオリティが20として扱われます。ここの拡張システム ID に VLAN 番号を入れることで VLAN ごとのツリー構造を把握することができるようになります。もう少し詳しく拡張システム ID についてお話しします。これまであった16ビットのブリッジプライオリティの中の12ビットを拡張システム ID として利用しています。そうなると PVST のプライオリティは拡張システム ID の次にある13ビット目から16ビットまでの4ビットで表現されることになります。例えば VLAN 番号が1、プライオリティが0で見ていくと VLAN ID が1、プライオリティが0なので全てで1になります。ブリッジのプライオリティを1つ増やすと、ここは全体として13ビット目の値になるので4096を表します。4096足す VLAN ID の1を足して4097がブリッジ ID になります。このようにブリッジプライオリティの中の12ビットを拡張システム ID として利用するので、PVST プラスが有効になっているスイッチではブリッジプライオリティを4096単位で設定する必要があります。それではここまで学習した内容を踏まえて、最後にパケットトレーサーを使って PVST プラスの設定をしてみましょう。それでは PVST プラスの設定をしていきます。今回は VLAN ごとにルートブリッジを設定するというものがゴールです。 VLAN10 のルートブリッジをスイッチ1にして、VLAN20 のルートブリッジをスイッチ2にします。それぞれブリッジプライオリティは0で設定するようにします。それではまずは現在の設定を確認しましょう。まずはスイッチ0で現在の設定を確認します。では小スパニングツリーを実行します。小スパニングツリーを実行すると、 VLAN ごとのスパニングツリーの設定状況を確認することができます。まずそれぞれの VLAN のルートブリッジがどこになっているのか確認していきます。 VLAN1 のルートブリッジは末尾95の MAC アドレスを持っているスイッチ0自身ですね。 This bridge is a root といった記載も見られます。 VLAN10 も同じように末尾95でスイッチ0がルートブリッジになっています。 VLAN20 も同じです。末尾が95で This bridge is a root といった記載になっていますね。あとは先ほど勉強した拡張システム ID が反映されていることもぜひ注目してみてください。ブリッジ ID のところを見てみると、自身で設定されているプライオリティ32768に対して VLAN1 が足された32769がブリッジ ID になっています。 VLAN10 の場合はプライオリティ32768に対して VLAN ID10 が足された32778がブリッジ ID になっています。 VLAN20 の場合も同じですね。 VLAN ID20 が追加されて32788となっています。では状態の確認ができたので、 VLAN10 のルートブリッジをスイッチ1、VLAN20 のルートブリッジをスイッチ2にするために設定していきます。ではまずはスイッチ1を VLAN10 のルートブリッジに設定します。スイッチ1を選択します。ではスイッチ1でグローバルコンフィギュレーションモードでこのようなコマンドを打ってみてください。スパニング3 VLAN10 プライオリティ0です。 VLAN10 においてこのスイッチのプライオリティを0にする、このような設定です。なおこのような設定をした場合、このスイッチのブリッジ ID は何になりそうでしょうか。この設定をして後から調べてみましょう。では設定します。設定が終わったら小スパニングツリーで状態を見てみましょう。小スパニングツリーで見てみると、スイッチ1は VLAN10 のルートブリッジになっていることがわかります。そしてブリッジ ID はプライオリティは0ですが、 VLAN ID10 が存在するのでプライオリティは10と計算されています。では同じようにスイッチ2も設定をしてみましょう。スイッチ2は VLAN20 のルートブリッジにしたいので、スパニングツリー VLAN20 プライオリティ0で設定してみてください。設定ができたら小スパニングツリーで状態を確認します。小スパニングツリーで状態を見てみると、スイッチには VLAN20 のルートブリッジになっていることがわかります。またブリッジ ID はプライオリティは0ですが、 VLAN ID が20あるのでプライオリティは20になっています。それでは最後にスイッチ0でも小スパニングツリーを実行してみましょう。小スパニングツリーの結果を見ると、 VLAN1 は特に変更をしていないので、スイッチ0がルートブリッジになったままです。 VLAN10 はスイッチ1にルートブリッジを変更したので、末尾 A5 のアドレスにしっかり変わっていますね。 VLAN20 はスイッチ2にルートブリッジを変更したので、末尾03を持っているスイッチ2に変更されていることがしっかりわかります。
このように VLAN ごとに柔軟に設定をすることができるのが PVST プラスです。それでは実習は以上です。お疲れ様でした。それでは冒頭の問題の振り返りをして終わりにしましょう。 PVST プラスはスイッチのプライオリティを VLAN ごとに設定をすることができ、 VLAN ごとに最適な経路を設定することができます。 PVST プラスのデメリットは、各スイッチが VLAN ごとにツリー構造を把握する必要があるので、スイッチに負荷がかかることです。 PVST プラスは拡張システム ID を使って VLAN ごとのツリー構造を把握します。全体でツリー構造が一つになっていることを CST コモンスパニングツリーと言います。それでは今回は一緒に PVST プラスについて勉強しました。もし今回の動画がお役に立てば、高評価チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。